北川さんに何が起きたの？わけわかんない。川口さん、実はみんなで私を担いで面白おかしい番組を作ろうとしてるだけなんでしょう。先生、そんなこと。最低。おいおい、まだ続きがある。え、続き、何なんだよこれ。
かどうか。それは先生が持ってるだろう。先生、先生止めろ。ありえない、ありえない。先生、私もわからない。鍵して。わからない、わからない、わからない。そうじゃなくて、そうじゃなくて。私のせいだ。私が面白かった学校の階段なんか取ったから。だから屋上から飛び降りた女子生徒。やめないよ、気をしっかり持って。どうして今日こんなことに。すいません、すっかり取り乱してしまい、裏門の鍵です。でもさっきのがあんなだったから、これもその女性との自殺に何か関係してたんじゃないんですか。え、私がどんな関係を。だから部長と。そんな、まさか。ありえません。あの時は入学して間もない1年生だったんですよ。それに今はもう部長の名前ですら覚えてないです。じゃあなんで。ここを曲がって。分かってる。え？
春菜ちゃん。これは私が1年の時の名簿よ。そんな時の部長は。どういうこと？部長、桑田徹。え？どこかで会ったような気がしてた。俺はもう優子のことも学校のことも忘れてたんだよ。それなのに彼女、その人を何で撃ったんですか？怖くなったんだよ。ひどく怖くなったんだよ。いうこと、俺は家庭環境が恵まれてなかったことが親しくなった発端だった。お互い映画やテレビが一番の現実逃避だったんだ。だから自分たちで撮りたくなったんだよ。それでここのカメラを持ち出しては二人でいろんなものを撮った。まだあの頃の8ミリビデオカメラ撮ってあるんだね。優子が最初にあの3階のトイレを撮影したのはこれと同じだったね。誰もいないはずなのに個室の扉に指がかかってんのは俺にも見えた。それで優子はこの学校の階段の取材を夢中になって始めたんだ。噂のある場所にビデオカメラを仕組んだりしてね、彼らを撮るのは楽しいって。楽しい？私みたいに。ある時優子は俺に言ったんだ。この世界は間違ってる。彼らの世界こそ真実だ。その真実を私は伝えないといけないって。優子は俺にぜひぜひと手伝ってほしいって懇願してきた。でも俺には彼女が交流している連中が理解できなかったんだよ。俺は恐ろしくなって、それで優子を無視するようにしたんだ。まさか自殺するなんて。俺は20年間苦しみ続けたんだ。でも今日ここに戻ってきて気づいた。あいつは俺のせいで自殺したんじゃない。向こうの世界をこちらに伝えるために喜んで死んだんじゃないかってね。喜んで死んだ？ああ、優子は録画状態のビデオカメラを抱えたまま屋上から飛び降りたんだ。そのカメラには優子の頭が地面に激突する瞬間が映ってたそうだ。でもそれだけじゃなくて、もっと信じられないようなおぞましいものが映ったらしい。それを見た警察関係者は精神病になったって聞いた。もっとおぞましいものって？番組に流れた映像や今日のビデオカメラの映像がその一端で、何かもっと恐ろしいことが。
るし。楽しい。オレナちゃん。ハルナちゃんやめてよ。ゆうこ、そんなね、ハルナちゃんってやめてよ。いねえぞ。Ha ha ha!